ーディション。あ、花道さん仕事が休憩か。あ、そうなのね。そっか、分かった。了解。じゃあ占うでもそうね。あ、ごめん、確かにそう。まあでも占う、そうそうそう、年間占いじゃない。そう、でもこれから自分で、うん、そうね、自分で掴んでいけるものを、チャンスを掴んでいきたいなと思ってるので、これからもよろしくお願いします。はいはい。じゃあ今日は、まあ、今言ったように、その配信のイベントで、タワーを1万ポイントを投げてくださった皆様に、あのタロット占いをしていきたいなと思いますイエーイ。でもタロット占いって言っても、結構本当タロットって調べたんですけど、めちゃくちゃなんかいろいろあって、そうなんか難しかったので、今回はイエスノーっていうタロット占いをしたいと思います。はい。でイエスノーって何って感じだと思うんですけど、まあなんかね、このタロットカードがあって、ちょっと詳しい、このね、1から21まで、あ、0から21まであるんですけど、これを大大あるかな、そう、あるかなって言うんですけど、そのこれを使って、まあ例えばその質問をね、投げかけるの、何でもいい、あの恋愛だったりとか、あとは仕事のことだったりとか、悩んでること、はいか家で迷ってることをなんか質問して、でそれはこうし、こうし、あのこっちにはいにした方がいいですよ、でこういうことがあるので気をつけてくださいみたいな、そんな感じでわかるよっていう、あのイエスノーになっております。なので皆さん、そのタワーね、投げてくださった方々、田辺地さんがちょっと今言っちゃったのであれなんですけど、今ね、あのタワー投げてくださった方で、ここに書いてあるんですけど、島先生、 D3 さん、もべさん、田辺地さん、藤メタルさん、かまちゃんさん、すぬたんさん、ザッキーさん、さあさん、けんさん、平次さん、フェルナンドさん、サイモンさん、アミがを占いたいと思っております。で今ちょっといない可能性もあるはあるので、いなかった方はちょっと飛ばしでやって、で来てくださったらやって、で、まあ、ちょっと余りの時間は他の方もか、そのアバターをね、ちょっと皆さんと一緒に考え、どういうのにしたいか考えようかなって思ってます。はい、皆さんこんばんは。うん、ありがとう。そう、タロットノワールさん、ありがとう。バラジェッポさん、占い師ですからさん、ありがとう。クマちゃん、うん、ありがとうね。アッサンさんもありがとう。広島のは見えない、広島の野球好きさん、ありがとう。よいしょ、スマートさん、カマちゃんさん、藤見たるさん、ありがとうございます。スーザーさんもありがとうね。はい、過ごしてくれ。こんばんは、皆さんこんばんは。グトーさんもありがとう。お花十本すごい混んでるうん、確かに。じゃあちょっとやっていこうかな。はい、あ、まいほいさんありがとうね。かまちゃんさんもありがとう。いっぱいレインボーの星ありがとうねはい、休憩投げて、あ、ありがとう。カイドンさん、ありがとうございます。それではこのね、これを使って、これたちを使ってやっていきます。まあなんですけど、ちょっとスマホをカンニングしつつやっていきたいと思っておりますスマホカンニングでございます。はい、よいしょ。それではちょっと待ってね、音楽をかけたいけども、これね、あれなんだよね、スポティファイがカンニング、そう、カンニングする。ゆずきちさんありがとう。ハート。グターさんありがとう。お花ありがとう。
よし、じゃあこの広告が終わったら流して、じゃあそうだな、じゃあ上から島先生から行きたいと思います。よし、それではこのカードをね、シャッフルカットしていきたいと思います。よし、これでなんかね、ちょっとこうしようか、これで裏面にしてまず混ぜます。でこの時時計回りでイエスノーとかって、あの表正位置と逆位置っていうのがあって、それが大事なので上下全部シャッフルできるようにします。左回りよいしょ、したらば一つに束ねます。さあ皆さんは考えてきたかな、ちゃんと。占い極めたら本当人気出るかな。よいしょ、開けます。次がカットっていう作業ですね。3つに分けてでトントントンってやったら違う形でシャッフルして、よいしょ、はい、こんな感じで混ざりました。リリリリリン、ジョジョで見た、いいね、カリスマハウル、そう、こんばんは。それではですね、じゃあ島先生からいきたいと思います。じゃあ島先生、何か占ってほしいことはありますか？ありますか？よいしょ、占ってほしいというか、はい、イエスかノーで分かる質問で、まあ例えばそうだな、今からオムライスとお好み焼きどっちを食べたらいいですかみたいな。あ、違うな、今からあどうしようかな、そう、まあそうね、なんか、はい、そう、まあまあ分かること、あ、相手のことわかんないですか。お、こんばんは。マリーナが好きすぎるのですが、この先の人生はうまくいくでしょうか。ちょっと待って、待って待って待って、1個目からなんか重たい。大丈夫か大丈夫ですか。1個目から結構重ためですけど、不安だよ。投票いいですか、それでいいんですか。島先生のこの先の人生うまくいくかでいいんですか。じゃあいいのかな、それで。よいしょ、いい、なんかもっと軽いやつじゃなくていい、本当にいいですか。よいしょ、行ってみよう。確かに、じゃあ引きますね。あ、引きますねじゃない、これで1と2と3なんですけど、1、2、3なんですけど、どのカード1、2、3どのカードの位置をめくってほしいですか。どっちがいいですか。1、2、3なんですか。こんばんこんばんは。じゃあ島先生の人生うまくいくかどうか、今回の結果で2点、はい、わかりました。じゃあこちらを引いていきたいと思います。島先生のことを思って、それではいきます。あれした方がいいか、本だから。
みたいな。ふわいきます、せーの、ほっ、お、これはこっちだから、恋人のカードで、ん、これはいいえなのか、こっちでもはい、いいえって書いてある、いいえか、ちょっと一回見てみますね、恋人、はい、まあ逆位置になりました、まさかなんか、はい、でした。あ、これね、結構初心者向けのやつなんですよ。はいはい、恋人が逆の位置になると秋っぽくてルーズな気持ちが出てきてしまいます、これでこうしとこう、しまいます。恋愛面では不誠実な関係や感情に流された軽い関係、または恋人との距離が離れていくということを意味するかも。はあ、なんてこった、ルーズになりやすいので誠実さを忘れないように過ごしましょう。はい、これはなんという幸先が悪い幸先が悪すぎるはい、なので島先生は誠実さを忘れずに誠実さを忘れずにこれから進んでいってください。はい今までありがとう、やめてやめてやめてなんてこった、パンナコッタだよ、本当だよ。だから皆さん、こういうことがありますので軽いのにしてください。はいまあでもね、これが全てではなく、誠実に真面目に、まあ、いつものね島先生で生きていけば、この結果も必ずね、運命は運命のままに進むわけではなく、変えることができますので、このまま進んでいってください。はいそれではこんな感じでちょっと行っていきますよ。じゃあお次はモベさん責任重大なのよ。モベさん、さあモベさんいますか。しまった、パンダーバー、あ、パンダーバーこんばんは。そう、運命は変えれます。そう、1枚、あ、そう1枚で、そう占う感じなんですよ。そうなんです。いらっしゃるかな、まだかな。まだっぽいですね。じゃちょっと順番が結構ぐっちゃってな、普通なんかよくわからない順番になってしまうんですが、タナベッチングさんがいないので、じゃあ D3 さんからちょっと占っていきたいなと思います。よいしょよいしょ。それではじゃあ D3 さんを持ってですね、はい、思ってシャッフルしていきます。よいしょ。でも確かにさっきちょっと思って込めれんかったからな、島先生を。皆さん質問は考えてきましたか。よし、世界に一つだけの花が流れております。よし、思って、はいはい。それではじゃあD3 さん、最近推しからの愛が薄く感じます。
お日様からの愛は今後増えるのでしょうか。すごいすごい、え、見せたさっきの。質問今後に、あー、ちょっと待って、ちょっと待ってね。オッケー、じゃあ最近そうね、今後増えるのか、推しからの愛は増えるのか、言っていきたいと思います。じゃあ 1,2,3 どれを引きますか、どれを引きますか。ネタで生きる人間だからこれでいいのよ。おお、1で、じゃあ1で、じゃあ引いていきます。ふっ、それではいきます、せーの、ふい、お、はい、こっち側なんで、はいですね。あ、家が逆こっちなんで、はいでございます。これは16、塔ですね、塔のカードが出ました。塔のカードお見せよ、ぴょん、塔のカードは、ん、これは、あ、違う、これです、ふふふふ、わお、これちょっとあれですよ、これあれですよ、これ結構あれですよ、結構これあれでございます。これ汗汗なんですけれども、だいぶ、そうなんです、これ塔のカードは結構ネガティブなイメージを持つカードでございます。はい、なんということでしょう。はあ、塔は、なんてこと、予期せぬハプニングやトラブル、思わぬ障害が立ち塞がることを表している場合もあります。このままではいい結果にはならないことを示しているので、他の方法を考えるか、対策のカードを引いてみるのもいいでしょう。はなんてこと、なんてこと、やばすぎる、これは。これは平和じゃございませんね。対策のカード、対策のカードも引いてみますか。なんてこったですよね。塔の絵怖いな、確かにめちゃくちゃ怖いな、ちょっとこれはやばいですな。なんてこった、こんな不運なことがあるんですね。そう、占いコーナーです。まあそうですね、トラブル、まあいろいろとあるかもしれませんが、このトラブルにもね、多分対策のカードってどうやって引くんだろう、もう一回やるのかな。まあそうですね、ちょっと後味がすごく悪すぎる。後味が話だったので、内容は、いや、あのね、内容は変わらないんですよ。このカード自体にいろいろ書いてあるだけで、そう。ってことで、運命は変えていきましょう。もう一回かな。とりあえず、まあそうね、ちょっと順番にちょっと行っていこうかなと思います。で、後々もう一回やっていきましょう。じゃあ次が、はじめたるさん、引き、あ、対策、あ、そのままね、ごめん、ちょっと遅れちゃった、見るの遅れちゃった、なんてこった、そういうことか、
すまんすまん、申し訳ない。もう一回ちょっと最後に回していきたいと思います。じゃあ藤メタルさん、いきますよ。いいですか。もうね、あの質問皆さん考えてください質問を皆さん考えてくださいね。それでは振ります。よいしょ。はい、では準備ができましたので、はい、それでは何ですか。僕が生きられますか。ちょっと待って、ちょっと待って、電撃結婚みたいな、とにかく変化なの。あー、すごい、ありがとう、調べてくれありがとう。いや、ちょっと質問を考えよう。皆さん、質問を考えてくれ。みんなお願いだから私のメンタルがいいのかい。重いの多いよね。お願いだから、ちょっとお願い、軽めなやつを希望してもよろしいでしょうか。あ、その前のコメント、あ、あった。人間ドックの結果が悪くなったので、マリーナ20歳まで生きられますようにという願いは叶いますか。マリーナ20歳まで生きる、いやいや、重いってちょっと私生きれるか生きれないかのあれがかかっているマジか皆さん、え人生をちょっと重たいよ、やめておくれよ。4ヶ月、私がこの4ヶ月、誕生日まで、次の誕生日までの4ヶ月を生きれるか生きれないかということですか。マジですか。マジか。いいんですよこれ。でもいいのかな、変えてもいいのかな、こういうのって。聞く質問を変えてもよろしいんだろうか、一回決めて。さすがに私行く行っちゃいます占い師さん軽めなの希望するよ、本当に。もう本当にね、僕が生きられますか。ちょ待って、みんな、なんかだ、どうしたの占い師が質問かよ。いや、だったら私の方がいいよ。変えないそうな、ちょっと本当に言ってる。いいのそれね。こんばんは。あ、それでいい、それがいいよ。そういうこと、よくわかった。じゃあ今日医者に痩せろと言われたんですけど、痩せられますかね。あ、はい、 OK です。はい、 OK です。じゃあ藤メタルさんのことを思って混ぜたので、 1,2,3 選んでください。組み出せたに
あ、そう。確かに。こんばんは、こんばんは。はい。1、2、3、誰ですか？こんばんは。3で、じゃあこちらですね。フジメタルさんが医者から痩せろと言われた。痩せますか？はい、いいえ、いきます。ふい、あ、いいえでございます。はい、いいえでございます。これは正義、正義のカードが出ました。まあね、あの、まあ、痩せれないといういいえということなんですけれども、正義、ほう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 、あ、これはですね、イエスとノー、どちらに転ぶかわからないとも読めるので、決断や行動についてこのカードが出たならば、今の答え、今は答えを出さない方がいいでしょう。はい。また冷静さを失い、悪い部分に悪い部分ばかり目がいってしまうことがあります。そして感情的になりやすいので注意しましょう。はい、とのことでございます。はい、まあね、あの、そう、まあ、こんな感じで、はいかいいえ、今は決めない方がいいと。で、まあ、いろいろね、あの、悪い方に目がいったりとか、感情的になりやすかったりしますので、あの、感情的にならずにね、悪い方向ばっかじゃなくていい方向も見てあげる、そんな感じでちょっと決断、あの、まあ、決断というかまだね、答えは出ません。痩せれるかの答えはまだ出ません。はい。あ、じゃあ私が変えますね。痩せてください。頑張って痩せて、頑張って痩せて。あ、よかった、なんかようやく平和が訪れた、この配信に。はい、じゃあこんな感じで、まだね、まあ、まだどっちかは分からないのでね。違う、その質問じゃない。できません。うん、できないか、じゃあ、あ、できるかではないです。はい、まだ平和よ、質問が平和よ。はい。それじゃあ次、かまちゃんさん、かまちゃんさんいますか？かまちゃんさんいるかな。そうです、大天使、まあ、黒ですけれども、痩せましょう。痩せるのは大変ですけど痩せましょう。いるかな、いないか、いなかったらちょっと次の方に来ますね。どうだ、さっき言ったんだけどね、お仕事みたいな感じで言ってたから。あ、そうだよね、そうだよね。じゃあお次、スヌタンさん、スヌタンさっき言ったよね、スヌタンさんさっき言ったよね。ジョイさんが可愛かった。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。グローさん、こんばんは、こんばんは。もうね、そんなことを言ってたら痩せませんよ、本当に。そのね、甘いところばっか見て、あの、ちゃんとね、痩せようって自分で、あの、自分の中で決心をしてください。お、関東で開催される推しのファミ参加したら幸せになりますか。おー、またちょっと絶妙なラインをいきますね。じゃあちょっと占っていきますか。参加したら幸せになれるかと。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。スネタンさん、スネタンさんを思い浮かべながら、まあでもね、占いまだまだ、あの、初心者でございますので、
ですね、もしね正しかったあのやり方が間違っているなどの指摘がありましたら、あのぜひしてください。意見がございましたら。よし、はい、それではスンタンさん123選んでください。カードぐるぐるカードぐるぐるこんばんは。2番で、はい、じゃあ2番いきたいと思います。いきますね。行きます。じゃあスヌタンさんが関東で行われるファンミーティング参加した方がいいのかどうなのか、行きます。せーの。お、なんだこれ、なんだ、強行、多分って出た。多分って何、多分って何、これでもあれですね、あの正位置、正しい位置でございます。強行、強行、強行のイエス。広い、これは何て読むんだっけ、これは何て読むんだっけ、広い慈愛の心を持つ強行のカードが出ている場合は答えはイエスと言えるでしょう。すべてに対して公平で優しく穏やかな教皇のように、現状に対して広い視野と協調性を持って判断するべきと考えられます。もしくは誰かの手助けがあるとも解釈できますので、困っている時には誰かに頼るのも良いでしょう。はいよかったよかったよかった、いいいいです。はい、なのでぜひあのファンミーティング行ってあげてくださいスヌタンさん行ってあげてください。3月だけど仕事がそうなのね。まあでもこれはもうあのイエス なので完全なるイエスでございました。あーよかった、スヌタンさんありがとねありがとね、いい波をありがとね。それでは次、ザッキーさん、ザッキーさんいらっしゃいますか、ザッキーさんいらっしゃいますか。今日はあー誕生日、ツナサラダさんおめでとう。ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアツナサラダさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうおめでとう、いいねいいね、おめでとう。はい、あ、いた、ザッキーさんいました。あ、皆さんパチパチおめでとうございます。良いお年になりますよ、良い、うん、良い年になりますよ。よし、じゃあちょっと占っていこうかな。じゃあザッキーさん、ザッキーさんは何が聞きたいですか、どんなことが聞きたいですか。ね、優しい、ありがとう、いいね。明日晴れますか。すごい、逆にすごいな、逆にあのいいねいいのか、お、まあまあまあ攻めてもいいけれども、いいいいね、ありがとう。じゃあザッキーさん、明日は晴れますかとの質問、明日は晴れるのでしょうか。タロットに聞いてみましょう。でもこれな、よいしょ、明日は晴れますか。さあ明日は晴れるのでしょうか。明日の天気、明日の天気はもうあのね、あの Google とかあのそっちサファリとかに聞いた方がね、多分結構いい回答を出してくれるとは思うんだけれども、でもちょっと一回だけ調べてもいい、回答が分かるやつを調べてよかったのかどうなのか。
ちょっと失礼。そうね。まあでも大丈夫かな。はい。じゃあこのまま続けていきましょう。はい、じゃあザッキーさんの明日は晴れますかという質問、1、2、3。あ、姉レインボーの星くれた。あり、おお、10個くれとる、ありがとう。うん、明日の天気天気は晴れるんですかね。まあでもね、これで明日これで違ったらば、ある意味本当に運命は変えられる。ここのここで起きたあれとは違う結果になるよっていう証明ができるっちゃできるね。1、2、3、どれがいいですか。1、2、3。姉も、そう、姉もいるのよ。姉もあの見るから何番だろう、何番がよろしいですか。つぼみになる。晴れるがハゲるに聞こえてしまう気にしすぎだよ、それは。もう自分が気にしすぎてる本当に。俺もマリーナに運命変えられたよいいね。私が運命変える、運命変えれるかな。変えれますね、運命は。運命は変えれます。サマータイム連打でも言ってました、運命は変えられるって。ザッキーさんいないかな。マリナさんが乃木坂に入るか占ってほしい。なんであ、2だそうです。あ、ごめんね、ありがとう。じゃあ2、これを引きます。明日は晴れるかどうか、せーの、ぴょん。お、はい、はいが出ました。これは女帝でございます。女帝のカード、さあどういう意味があるんでしょうか。女帝の、女帝のカードは、女帝はですね、何番ですか。5番ですね。あ、違う、5番じゃない。女帝、はい、3番。女帝のイエス、イエスはですね、穏やかさ、満足感、感情などを、象徴するカードでございます。
精神的にも物理的にも満たされた状態や、実りという意味も持っているので頑張っていた結果が出るとも解釈できます。青、恋愛や夫婦関係に占ったなら満たされたいい関係や満足いく状態を表します。まあでも夫婦とかなんか恋愛ではないんですが、明日は晴れるということが分かりました。やったー、明日晴れるよ。みんな明日晴れるよ。よかったね。晴れるらしい。よかったよかった。皆さんで晴れを祈りましょう。ありがとう、ドッキーさん、ありがとうございます。はい、じゃあお次はサーさん。サーさんいますか？ごめんね、めちゃくちゃあの後ろで呼んだ方は後ろになっちゃった。よい、洗濯するぞ。私もあの今日干したから明日晴れてほしかった。プティの少佐ありがとう。お、マルタの中の人のウスクラさんとの相性をお願いします。相性でも、あ、相性はいいですか？はい、いいえになるかな。わ、まあでもこれがもしあれだったらちょっとこれ今回ちょっと対策のカードもちゃんと考えよう。はい、じゃあ行きます。サーさんね、サーさんがマルタとの薄倉里奈さんとの相性は、里奈ちゃんとの相性はいいか、それでは見ていきましょう。 1,2,3 どれがいいですか？これも結構ね、あの私の責任感が結構、まあ、責任感、そうね、責任感というか、はい、どれが良いですか？ピエンピエンマーク。何番がよろしい？3番でお願いします。はい、じゃあこちらのカード、りなちゃんとの相性はいいのか、さあさんとのね、いきます。せーの、でん、お、はいが出ました。はい、イエスでございます。これは女協定、女協定、これどっちも読めるらしいですね。はい、女協定が出ました。イエス、女協定は穏やかで静かな安心感や精神的な豊かさを表しています。イエスノーで言えるなら、言うならイエスと言えるでしょう。理性的で聡明な女性を表すカードで、落ち着いてじっくり考えることでいい結果を導き出すことができます。ただし、じっと座っている姿が表す通り、行動力を、とは、ん？あ、行動力を、は、なんだっけ？行動力を、これ、なんて言うんだっけ？行動力を、よいしょ。行動力を、縫う？行動力を縫う？伴わず、行動力を伴わず、伴わないカードなので、行動するべきかという質問に対しては行動せずにいる方がいいとも解釈できます。はい、まあでもそんな感じで相性は良い。サーさんとリナちゃんの相性は良いということで、はい、よかった。サーさんありがとうございます。よいしょ、じゃあこんな感じでいきますよ。ケンさん、ケンさんいらっしゃいますか？ケンさんはいらっしゃいますかね？
ケンさんはいらっしゃいますか？ありがとうございます。いいえ、ケンさんいるかな。いなさそうかな。次の方行きますか。じゃあ一回飛ばして平次さん、平次さん、オッケー。じゃあ平次さんいらっしゃいますか。多分いるよね、多分いるよね、多分いるよね。オッケー。イヤリングつけてなかった。いらっしゃる？いらっしゃらないか？いないか？ひろつぐさんいないか？よいしょ。あ、いた！ブロンド美女との出会いはありますか？祈ってください。あ、占ってください。OK です。じゃあ、ひろつぐさんを思い浮かべながらブロンド美女と出会うことができるか、ひろつぐさんが。祈ります、占います。よし。だどう結果次第ではちょっとおもろいな。おもろいな。はい、それでは平次さん、1,2,3 どれがいいですか？ブロンド美女1番でお願いします。はい、いきます。じゃあ、平次さんはブロンド美女と出会えるのかどうか、せーの、ティューン。あ、いいえ。正義のカードが出ております。正義のカード前ね、さっきも出ましたね。正義のカードはの天秤のバランスが崩れ、公平さが失われている状態を指します。あ、でもイエスのどちらに転ぶかわからないともきっと読めるので、あ、それですね、さっきと同じですね。行動や決断や行動についてこのカードが出たならば、今は答えを出さない方がいいと解釈できるでしょう。行動、まあでもどうなんだろうね。でもこれは決断や行動に入るのかな、ブロンド美女と出会えるって。どうなんだろう。あ、そうだね、まあ冷静さだったり悪い部分にばかり目がいってしまうので、感情的にならないように気をつけましょう。はい。はい、まだ希望はあるかもしれん。うん、あるかもしれん。頑張ってくれ、出会えるように。出会えるように頑張ってくれ。うん、行くより待て。どうなんだろうね。まあでもそうね、でも行動やって決断なのかな、これは。どうなんだろう。ありがとう。こちらこそ。じゃあお次はフェルナンドさん。お、ありがとう。松さん、あれ、松さん、ほら2回目ありがとうございます。いらっしゃいますか、フェルナンドさん。いるかな。あ、ブロンド美女ね。何を占いたいですか。
かな、いないかな、フェルナンダさん今日いないのかな、いなかったっけ、いないか、じゃあちょっとお飛ばししますね、お飛ばし しまして、サイモンさん、サイモンさんいらっしゃいますか、いるかな、あ、姉ハートありがとう、おでこやけどしたの、痛かった、ここちょっと後になっちゃった、うん、ピエン、うん、いないかな、じゃあちょっと最後、最後ですけどいいんですか、最後じゃあ、あの今だるま投げてくださった姉で最後姉で姉でちょっと一回、まあそうですね、行きたいと思います。じゃあ姉よ、何を占ってほしいんだい、結婚できますか、やばすぎる、いいのか姉よ、それでいいのか、できます、早っじゃあ姉が結婚できるかでいいの、ガチでいいの、いいか、じゃあ結婚できるか、姉が、姉を思い浮かべて、よし、はい、いいかな、いいのか、じゃあそれでいいのか、本当に、じゃあいきますよ、あれ123123、どれがいいですか、ボケとしましょう、3か、なんかこれコメントの遅いのかな、3だっけ、3って言ってた今、3だよね、オッケーオッケー、じゃあ3で姉は結婚できるのかできないのか、せーの、てん、あ、はい、できるって、よかった、あーよかった、なんか兄弟としてよかった、はい、ってことで、このカードは何ですか、お初、お初、あー違う、お初じゃないわ、なんかすごいね、助教帝が出ました、同じカード多いね、イエス、はい、助教帝は先ほども言った通りですね、穏やかな、穏やかで静かな安定感、安心感や精神的な豊かさを表しています。でイエスノーで言うならイエスと言えるでしょう、理性的で聡明な女性を表すカードで、落ち着いてじっくり考えることで良い結果を導き出すことができます。ただし座っていると姿が表す通り行動力を伴わないカードなので、行動するべきかという質問に対しては行動せずにいる方がいいとも解釈できますと、はい、って感じで、あの結婚できます、姉さん結婚できるよよかった、姉よかったよ、あの私のお兄ちゃんを、新たなお兄ちゃんをあの探す旅に出ておくれよかった、
じゃあちょっとあのもう一回にはなりますけれども、島先生 D3 さん、なんか島先生 D3 さんちょっともう一回いきますかちょ番外編になりますがもう一回いきますか。あの島先生ちょっと思いながら再生できてなかったので、あのやっていきましょう。じゃあ島先生もう一回質問を何かありますか。いやよかったよかったよかったよね。もうお母さんに顔向けできなくなっちゃう。時間がまあ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 、そうね、よかったよかった、アンコールでございます。はい、さあ何の質問がよろしいですか。D3 さんも考えててね。世界、ああ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 あ、失礼。なんかこれさ、コメントが遅れとるんか分からんけど、うん、あでも同じ質問じゃないやつ。しもし、いらっしゃるかしら、いらっしゃらないか。じゃあちょっと D3 さんからとりあえずやって、最後、まあ、いなかったらあれですけれども、 D3 さん、さあ何がいいですか。あー打つのに時間かかるから、あそういうことか、確かにそれは理想。タン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 、アホニュー、なんて言ってるか分からんけど、バグないのかな。ワンちゃんいないかな。どうなんだろう。じゃあちょっと D3 さん質問の方よろしくお願いします。母さん1から5じゃなかった、そういうことね。お願い1位だね。あ、推しに贈るプレゼントは A と B どちらが選ばれますか。 A と B どちらが、どっちがいいかな。 A と B どうなんだろうね。はい、いいえじゃ分かる。 A か B っていいのかな。じゃあプレゼントは A がいいですかにしようか。推しに贈るプレゼントは A がいいですか、はい、いいえにしましょう。いいですか、本当にそれでいいですか。じゃあいきます。これでもさ、ちょっとさ、あの動画を見返してくれたら分かるんだけどさ、なんかもしかしたらワンちゃん島先生と D3 さんの時だけ違う、こうやって撮っ、あーなんかなんて難しいな、まあ一回もう一回やるね。じゃあ D3 さんは推しに贈るプレゼントを A がいいかどうか、 1,2,3 でどうぞ。 1,2,3 でどうぞ。
3で、はい、じゃあいきます。 A がいいのかどうか、せーの、リーン。あ、はい、ということで、じゃあ、お、戦車だって。なんか初めて見たカード、戦車。戦車は、戦車のイエス、力強く走る戦車のカードのように、一直線に目標に向かっていきましょう。また今後の状況が思っているよりもスピーディーに動いていくということを表している場合もあります。自分で行動する必要があるならば、勢いを持って早めに進めていく方が良いでしょう。はい、とのことでございます。じゃあぜひ A を。チャリオット、チャリオットっていうの、戦車じゃなくて。そんなある。ぜひ A を。どっちでもいいのでは。どっちでもいいのでは。はい。ああ、そういうことね。はい、ってな感じで、じゃあ A をぜひ送ってください。で、早めに進めていくのがよろしいらしいです。はい、じゃあこんな感じで終わりかな。島先生はいないかな。じゃあ CM 流れてるのも萌えなんか。あれ1って言ったっけ。姉が3だったので1で、ごめん、待って、めっちゃくちゃごめん、ごめん、勝手に3だと思っとった。いや、ビビ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 ビ、すまん、これはちょっと間違ってます、今の。じゃあ間違ってます、申し訳ねえ、申し訳ねえ。ちょっと待って、どうしようかな。じゃあちょっともう一回、もう一回だけ別の質問になっちゃうんですけど、なんかありますか。もう一回だけ。お日様のやることなんで。よくない、よくない。なんてこった。ダブワン、ダブワン、あ、ダブルアンコールね。信じてくれたか、すまんすまん。そう、あ、オッケー。じゃあちょっと締めたいと思います。じゃあまあこんな感じでね、タロット占いをしてみたのですが、皆さん楽しかったでしょうか。楽しかったかな。まあちょっとね、たまにはこういう配信もあって良いかなと思います。こんばんは、こんばんは。じゃあちょっと16位から読んでいこうかな。ランキング16位から。16位、ただのりジョニーさん、ありがとうございます。そして15位、大津にゃんさん、ありがとうございます。そして14位、ノワールさん、ありがとうございます。そして13位、リースリーさん、ありがとうございます。そして12位、トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。そして11位、舞星さん、ありがとうございます。そして10位、ゆずきちさん、ありがとうございます。そして9位、BPM さん、ありがとうございます。そして8位、スヌタンさん、ありがとうございます。そして7位、平継さん、ありがとうございます。そして6位、こいさん、ありがとうございます。そして5位、グッドアースさん、ありがとうございます。そして4位、アッサンさん、ありがとうございます。そしてここから壇上です。第3位、かまちゃんさん、ありがとうございます。そして第2位、タナベッテさん、ありがとうございます。イエーイ。はい。
はい、そして今日のハイヨル第1位はドゥ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 姉です。アミありがとう、アミありがとうございます。姉が実姉が1位を取ってくださりました。ありがとうございます。あ、フェルナンドさん来たよ。あ、本当フェルナンドさん、ちょっと占いをじゃあちょっとしましょう。最後に質問あり、なんか占ってほしいことありますか、フェルナンドさん。ね、結構なんか今日ね来れなかったね方もいらっしゃるので、まあでもこんな感じで占っていけてよかったな。なんかありますか、占ってほしいこと。はい、いい、はい、どういいえで答えれるような質問あるかな。あ、重すぎるのは避けた方が良い。いるかな。悩むよね、質問って難しいよね。何にすればいいってなるよね。何がいいだろうね。でも私は何が誰でも分かったです。本当にね、もう。挨拶だけだったのかな。あ、そうなのかな。じゃあこんな感じで締めちゃおうかな。いいかな。うん、はいはい、じゃあちょっと一瞬だけだったということで、はい、まあてな感じでね、タワーを投げてくださったイベントの配信の眼中にタワーを投げてくださった皆様に、占い配信をしました。占いを、タロット占いをさせていただきました。ね、口笛バージョン。確かに、はい、まあそのね、さっき言ったようにちょっと今日ね来れなくて占えなかった方もいるのですが、来てくださった皆様協力してくれてありがとうございます。はい、なんかすごくね、タロット占いというものを触れたのが初めてで、やり方とかもちゃんとね合ってるのかとかちょっとあれですが。あ、すみません、あ、いたいた。なんかいいよ、別に時間制限とかそのないから全然スパパパンと占えるので、何かもしあればぜひぜひ。そう、まあ、でも本当にね、なかなかこういうのを触れる機会をないので、その機会をくださった皆様に感謝でございます。でもね本当にね、いやでも一つ思うのが、なんかねシャッフルの時にこうやってで、なんかまあ適当に、適当に混ぜるんだけど、出すと、あ、なんて読めるのかな、こっちからさ分けておいたじゃん。それとは違うやり方でこうやって揃えないといけないみたいな感じで書いてあった気がして、 D3 さんと島先生ぐらいあたり、なんかこうやってやったのにこっからまたこうやって回収した気がするんだよね。いやでもそれちょっとどうなんだろうって気がかりになっておるのですが、まあめっちゃ楽しみ。ああ、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。他にもちょっとタロットとかできるようになれたらね、バッツをまた勉強していきたいなと思います。はい。勉強大事だね。サマヤビトさん、フォローありがとうございます。サマヤビトさんフォローしてなかった？まだ大丈夫、あ、大丈夫だよ、いいよ、全然 OK よ。
何でも何でも、うん、答え、あの、はい、家で答えれるやつなら何でも。私もね、たまに結構、あ、たまにというか、その、やったよ。当たりだったのに外れてたとか、いや、まあそれはないかなそれはないかな、うん。多分あれは正しくできたはず。お、来年の運勢を占ってください。あ、来年の運勢か。あ、なんかね、あ、まずな、聞き方で、来年むずいね。じゃあ来年どうしようかな。なんかね、どういう感じで言えばいいのかな。どうしようかな。来年がいいか悪いか占ってください。やばい、最後に重いの来たフェルナンドさん、ちょっとフェルナンドさんを思い浮かべながら。さんの来年の運勢がいいのか悪いのか。それでは、シャッフル何回かシャッフル、あ、そういうのあるのね。ちょっとあのツイッターのやつに、かい、あのリプンでやつでちょっと送ってほしい。じゃあフェルナンドさん、1,2,3 どれがいいですか。あ、間違えました。あれ、間違えたんかい。誰のとこ行くつもりやったんやあー、そういうことね。あの雰囲気がさあ、何、どれがいいですか。1でお願いします。こっちですね。じゃあフェルナンドさんの運勢はいいのか、いきます。ドゥン、あ、はぁ、はいでございます。イエスが出ました。これは皇帝ですね。皇帝のイエス、皇帝のイエスはですね、およかった。成功そして達成を表す皇帝のカードで、正位置が出た場合、イエス・ノーの答えはイエスだと言えるでしょう。特に社会的現実な的な面でいい結果を表す、出すという表、あ、そう、表す、ん、いい結果を表す意味があるので、仕事などについて占った場合、いい後押しになってくれるカードです。皇帝のカードは自分の力で成し遂げるカードなので、自ら行動することが大切でございます。はー、よかったフェルナンドさん、良いですありがとうございます。いいえ、こちらこそ、あの来てくださって、そしてあのタワーを投げてくださってありがとうございます。はい、じゃあまてな感じでちょっといい感じで終われたのでよかったですはい、じゃあね、今日の配信皆さん来てくださってありがとうございました。そして改めて、タワーね、イベント期間中に投げてくださった皆様、そして応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。これからも、たくさんね、いろんなことを私は多分経験していくと思うんですけれども、それをね、皆さんと一緒に乗り越えていけたらなと思っております。そして楽しんでいきたいなと思っております。で、このね、カードが出たのはね、まあ、ちょっと正しかった、あのやり方が正しい
句できているかちょっと本当に不安なんですけれども、この結果が全てではございませんので、運命は変えることができます。なので悪い結果が出た時にもきっとね、自ら動いて行動して、まあそうですね、たくさん努力をしていけば絶対に報われると思いますので、皆さんぜひ一緒に頑張っていきましょうそれでは皆さん、今日見てくださってありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。フラワーさんはフラワーありがとうそれではいいね、自分の、あ、いいねそれ、またじゃあやってみようじゃあ皆さんまたね、バイバーイ、 See you、 じゃんけんぽい、今日はグーでした。皆さんまたね、バイバーイ。あ、X とインスタグラムのフォローよろしくお願いします。またねー。